はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数、計算の順序についてやっていきましょう。で、鬼マークの問題もありますが、全部で3問問題ありますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、パッと見て、ここね、なんか難しそうだなとかわかんないな、不安だなと思う方は、今からね、ポイントから説明していくので、ぜひね、そこから聞いてみてください。いいかな。では、早速ね、始めていきましょう。 で、今回は計算の順序。つまり順番だね。まあ、それについて覚えてほしいと。で、ポイントに書いてあるんだけど、多くの数をかけるとき、どこからかけてもいいんだって書きました。例えばみんなは 5×6 って、指でできないから4にします。5×4 ってあるでしょこれ答え、は5 2 0じゃん。 でも、5×4 って、ま、こっちにしてもいいんだよね。4×5 も答え同じだよ。どっちだこっちか。<laughs> みたいなことも勉強したんだけど、今回、3×2×5 って3つ、ね、数字をかけていきたいんです。で、多分、普通に計算していったら、先にさ、3×2 からやるよね。ま、先にやるよっていうマークでカッコをちょっとつけます。3×2。こっちを先にやろうとで。で、3×2 は、みんなね、三2が6だから、 6になる。じゃあそれを、ここは6だから、残った5と掛け算すれば、6、5、30。こうやってなるよねって、いうふうにやる子が多いと思います。で、これはもちろんいいんです。いいんだけど、別に、こっから先にやんなきゃいけないわけじゃないよっていうのを覚えてほしいの。例えば、よいしょ。3を、ちょっと待っててねしてもらって、2×5 を先にやろうぜって。つまり、こっち先にやるからカッコつけておくね。 こうやって 2×5 を先にやりますと。だから、3はまだ計算してない状態で、2×5。2二10だよね。だから、3×10 になって、これも30になるでしょで、順番を変えてもいいわけです。全部かけ算だから。さっきが、えっ、ー、と、5×4。これをさ、ひっくり返してもよかったように、これ順番変えても OK なの。例えば、じゃあ、2を待っててもらおうか。じゃあ、先に2を書いといて、 3×5? ここを先にやろうかなって。つまり、ここです。端っこ同士。これを先に掛け算するのも,もちろん OK なの。だから、2がここにいて、3、5、15でしょこれも同じく30になります。だから、どっからやっても大丈夫なの。こうやってね。もちろん今、今 3×2×5 って3つの数字書いたんだけど、4つになっても同じです。全部掛け算だったらね。 これ大事。全部掛け算だったらどっからやっても大丈夫だよっていうのをぜひ覚えてください。じゃあ、それをね、踏まえた上で問題やっていくんだけど、この2問。ここは先にどこの掛け算をすると楽かなっていうのを考えていきます。カッコをつけてやってみようって。まあ、さっきのこれだったらね、まあ一番下が一番厄介かな。上2つだったらまあ簡単だと思うんだけど、じゃあこれはどうかって。で、きっとね、算数が得意な人。 っていうのは前からやっちゃえばいいじゃんって思うかもしれないんだけど、これはねぜひここだね、この数字の組み合わせを覚えてもらえると嬉しいです。つまり8かけるここを先にやっちゃいましょうって5かける2です。なんでかって言うと下に書きますね。5かける2って10が作れるんだよね。さっきも2かける5をかけて10作れたんだけど。 かける10って計算簡単じゃん。だってこの8って数字に0を1個つければいいんでしょこうやって。80って。だから今回まあ俺がね個人的に思ったのはここにやっぱカッコをつけてほしいです。五と二。だからここが例えば13かける5かける2とかちょっとめんどくさくなる。そうするとここが13だから13かける10にしちゃえばさ、お、130簡単じゃんみたいな。 こともできるので、これちょっとカッコつけとかな。そう。だから、この5と2の組み合わせがいた時には、ぜひそっちを先に計算すると、10が作れる。楽できるよね。っていうのを覚えておいてください。で、同じように考えていくと、これ。20×13×5。13 5まあ、前からやるとちょっと大変だね。だから、どうするかっていうと、この20と5です。 さっき5と2、まあ、もしくは2と5ね、を掛け算すると10が作れたでしょじゃあ、先に書いちゃおうか。20×5 を先につく、ああ、先にかけちゃおうぜって。で、残った13を後にしようと。こうやってやります。そうするとね、20×5、これぜひ覚えておきましょう。100ができます。つまり 100×13 だね。こうなる。 で、さっき10をかけるっていうのは、まあ、0を1個くっつければよかった。100をかけるっていうのは、0を2個くっつければよかったんだよね。だから、今13っていう数字に0を2個つけることで1300になると。だから、ほとんどね、まあ、今ちゃんと途中の式も書いていったけども、こんな感じで簡単に計算をすることができるので、この2 0る5とかね、この2つがあったら100作れるとかね。 ががあったら10が作れるみたいのをぜひ覚えておきましょうでものすごいこれあの全然覚えなくていいんですけどみんなここで勉強しないからねしないんだけどおまけでね125と8っていうこの組み合わせがもしあったらこれでね実は 125×8 って1000なの。 まあ普通に学校の問題で出てこないです出てこないからほんとおまけで構わないんだけどよかったら覚えてあげてもし式の中で125と8なんてあったらあれそれで1000先に作れるじゃん楽できるじゃんってこともできるのでよかったら覚えておいてくださいでは最後鬼さんマークいきましょうこっちは青にしようかなかかけけるると5この答えはいくつ違うでしょうかっていう問題です で、これはちょっとね、こっちから先にやりましょう。こっち。これね。で、これは何が大事かっていうと、カッコがあるよね。カッコがあるのは、先に計算してねのマークです。カッコはね。だから、カッコ7たす3だから、カッコの中が10になります。で、かける5ってなるので、10かける5は50になるよね。これがまずこっちの答えです。だからポイントとしては、 カッコは先だね。これがポイントです。カッコの中は先にやります。じゃあこっちあ下入るかな。ああ<ー> <laughs> もう矢印の時点で切れてしまった。じゃあこうしよっかな。この辺なら入るかな。少しね。 よし。じゃあ、これは何がポイントかっていうと、まあ、足し算と掛け算があります。でも、カッコはないから、先にやってはないんだけども、ぜひみんな覚えておいてください。足し算と掛け算っていうのが、もし出てきたら、掛け算が先です。いいね。足し算が先じゃないんだ。掛け算が先なの。だから、これは、これちょっとこれ矢印伸ばすね。シュイン。3かける5を先にやらなきゃいけないんですつまり、 7足すは先に待ってて面を押して 3×53515 つまり7足す15すればいいから22になりますこっちの答えはこれはポイントは掛け算が先です足し算と足し算と掛け算だったらね掛け算が先になりますつまり今回いくつ違うって聞かれてるから最後じゃ青にしとこうかなごわあごめんなさい <laughs> なっちゃったごめん ったね50から22を引けばいいので違った数字つまり答えはまあいいか書いておいて「違うのはいくつかな?」って聞かれたら「28」「違ったねと」とこれで終了となります。いいかななので今回のまずポイントとしては計算の順序掛け算がねこう3つとか並んでる時はどっから掛け算してもいいんだよってぜひ楽をしようねって楽をするっていうのはズルしてるわけじゃないもんそうじゃなくて 工夫してるの。みんなの大変さが下がるように楽をする。それはすごくで、ね、大事なことなので、どっから掛け算してもいいんだよっていうのは覚えておいてください。で、もう一個、これはね、鬼さんマークの問題にはなるんですが、カッコがあったらカッコが先です。足し算と掛け算、カッコないんだよね。その時は掛け算が先。これをぜひ覚えておきましょう。はい、ということで、今回はね、計算の順序についてやらせてもらいました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。 またね、バイバイ